英語講師オーディション決勝進出3名発表したいと思います。シークレットですね。秘密の審査員がいらっしゃいますので、3位ということでこの3人に決定いたしました。で始まりました、もてつチャンネルです。さてさて、今回はいよいよ英語講師オーディション決勝進出3名発表したいと思います。本戦進出、9人の方だったんですけども、まあ、ちょっとね惜しくも出れなかった10位の方は今度出そうと思ってます。どうかもったいないん でそれぞれ審査員の方々にですね審査していただきましたので、そちらを発表していこうかなと思います。審査員の方なんですけども、まず東進ハイスクールを武藤先生、いつもお世話になっておりますが東進時代の先輩でございます。そして東進の時田先生、さらに駿台の日枝先生という形で3人は紹介していたんですけども、シークレットですね、秘密の審査員がいらっしゃいますのでそちら発表したいと思います。4人目は東進ハイスクール河合塾の新先生です。はい、お願いしようと思ってて、ちょうどメッセージが来たんですよ、新先生から。でここだって思って、新先生審査員やってくんないですかって言って、そしたら快く引き受けてくださいましたので、はい、この4人の審査員の結果を発表したいかなと思います。まあ、それぞれのね審査員さまざまな基準で審査していただいたんですけども、まあ、それを10点満点にこう圧縮しました。日枝先生だったらね、構成力、学習効果、魅力、独自性、熱意とかね、こういろいろ、新先生であれば分かりやすさ、魅力、展開の明瞭さ、聞きやすさ、作品完成度、この5つのポイントで審査してくれたりとですね、まあ多種多様な審査だったんですが、じゃあ発表したいと思います。はい、行きましょう。エントリーナンバー1番の岡崎先生からいきましょう。日枝先生10、まあこれ10点満点の10じゃないんですけども、換算して、まあ最高点の10と。はい、そして、時田先生9で、武藤先生8、そして新先生9で、合計36点になります。はい、続いて中澤先生いきましょう。中澤先生のポイントですね、日枝先生7、時田先生 7.5、 武藤先生7、新先生 7.8 ということで 29.3 という形になりました。続いて鈴木先生です。鈴木先生は日枝先生 8.5、時田先生 7.5、武藤先生7の新先生8ということで31点になります。まあ、鈴木先生ね、面白かったですね、あのネタ。ぜひ見てない方ね、みんな見てくださいね。続いて、家田先生、日枝先生8、時田先生 9.5、武藤先生7、新先生 7.6 という形で、32.1 点になりますね。さあ、続いて、ダークホース、パト先生ですね。ダークホースと言われ続けた男が、日枝先生8、時田先生が9、武藤先生8、新先生 8.8 ということで 33.8 で、続いて純子先生、あ、女性の方ですね、日枝先生10、時田先生9、武藤先生7、新先生 8.6 ということで 34.6 点。日枝先生の評価がすごい高かったですね。まあ、換算しちゃってはいるんですけど、日枝先生の全体の中の1位評価です。続いて高先生、日枝先生5。ああ、なるほど。そうね、日枝先生言ってた。やっぱりこれ英語は一般の学習者にまあ聞き取れないから字幕が必要だって言ってましたね。はい、時田先生が8、武藤先生が8。で、新先生 7.6 で 28.6 点。続いて、永瀬先生。日枝先生が8。時田先生 7.5。武藤先生7。新先生 8.6。ということで、31.1 か。はい、そして最後、秋元先生。秋元先生は、日枝先生 7.5、時田先生 8.5、武藤先生7、新先生 7.4 という形で 30.4 ということで、決勝進出者は1位通過が岡崎先生36で、続いて純子先生が 34.6 で2位、パト先生 33.8 で3位ということで、この3人に決定いたしました。ああ、そう、そうなった。やっぱ好み分かれますね。4人の審査員も。僕の予選の審査は、新先生とほとんど変わんない。ほぼ同じですね。多少順位は変わりますけど、ほとんど同じだな。パト先生の評価が僕の選んだより高い。それぐらいかな。
時田先生と日枝先生のコメント見ていきましょう。岡崎先生は映像の作り込みが群を抜いてたと時田先生言ってますね。心をつかまれた授業ですと言ってますね。日枝先生が、美人の奥様を登場させるのは素晴らしい。美人の奥さんじゃないですあれ。で単語の表示をより大きくした方が良かったんじゃないかと。ああなるほどね、確かにそれはあるかもしれないですね。それについて中澤先生、時田先生は正統派の授業、生徒の実力がつくことを想定した授業に感銘を受けました。ちょっと体とスライドの文字が被っていて、ちょっと改善点が必要かなって感じですね。日枝先生は英作文で無生物集合構文を書く人はまあ少ないので、むしろ和訳などのトピックでやっぱ無生物集合って役立つんじゃないかなと思います。続いて鈴木先生、時田先生が、まあ、独特な表現がいい意味でこびりつくと。で、まあ、not, no の説明からこう身につけるみたいなところに行けるといいかなって言ってましたね。日枝先生はちょっとまあ、no more than と not more than のね、差についてはちょっと難しいトピックだったっていうのはね、まあまあまあそうなんですよ、文法。そうですね、やっぱり実際に同じようにね、使われちゃったりすることもあるものなので、やっぱちょっと文法、法という点では、扱いにくいトピックなんですよ。確かにその発音が大変素晴らしい、生徒を引きつけようとする熱意も好印象というふうに来てますね。家田先生が、時田先生がコンテンツの密度が素晴らしいと、入試問題にも使えるという有用性を示した点も好印象と。家田先生が話し方が単調、マヤトーンの変化を活用するといい。ざっとの使用とか省略についてはちょっと別枠かなと。スライドの構成、文字のサイズ、行などを揃えた方が良かったかなって言ってますね。生徒のためになることを教えたという誠実さが伝わって好印象でした。で続いてパト先生、時田先生が、突飛な方法に見えて一番言語習得で必要なことを理解して授業を作られていると。で彼はトークをツッコミを通してパト先生の声やスキルが最大限活用されていましたと。で日枝先生、動画のセンスが圧倒的、学習コンテンツとして継続性があるかどうかは分からないけど、こういうものが増えてもいいと思う。なるほど。続いて、純子先生と時田先生が音声の解説として理想的な内容です。またすぐに英語力に直結するコンテンツであり、大変優れた内容に思いました。他の動画もぜひ見てみたいです。続いて、日枝先生が発音の原理について誠実に説明している。一つのテーマに絞っていながら様々な具体例を交えて理解力を深めようとする姿勢が垣間見えましたと。特にクリスマスの例は大変分かりやすくてよかったです。人としても魅力を感じます。もう絶賛ですね。やっぱり一番高くつけてましたからね。高先生、時田先生が、高先生の英語はその構成ユーモアにも英語力アップの工夫が詰まっています。こんな時に役立つがより明示できると今回の内容がより受講生に響くと思いました。続いて日枝先生が、やっぱり字幕が必要と、学習者向けならもちろん指導者として見るなら非常に興味深かったと。でた学習者にとってはやっぱり不要だと思うと。ただ切り口はもう独自性が非常に高いので独自性は満点にしましたと。続いて永瀬先生ですね。時田先生は爆速の講義でした。力強さ、今回の永瀬先生の思いを感じました。少し緩急をつけてみるとイヤホンで聞くときに心地よくなりそうです。ああなるほどね。日枝先生の映像としてのクオリティは非常に高い、プレゼン技術も高い、それゆえちょっとテーマがもったいないかな。座は切り離して輪郭を目立たせるという説明が学習者にとっては難しいというか、分からなかったんじゃないかなって。切り離しちゃってましたからね、山。切り離さないで切り離せないっていうことを示せばよかったなと、実は私最初の審査の時に思ってましたね。で秋元先生、時田先生はマジックが好きなこともあり一番楽しみにしていました。想像以上に面白くて個人的には英単語や他のコンテンツを見てみたいと思うと。日枝先生はマジックと英語の授業を融合するという極めて斬新なアイデアが素晴らしいと。ただ学習効果はその違いを述べて何なのかっていうのではわからないし、あとは初心者は両方あるのと逆に混乱してしまうかもしれないと。ただエンタメとしては完成度がとても高く好印象でしたという感じでした。なるほどなるほど。様々なアドバイスだったりコメントだったりですね、いただきましてありがとうございます。審査では決勝に進んだ3名の皆さんはこの後いよいよ福崎先生、関先生、成川先生、安越先生に審査していただくことになります。決勝はですね、今まで2分の動画でって言ってたんですけど、別に2分じゃなくてもいいです。3分以内でお願いできればと思いますね。今まで長いのを審査員の方々に見てもらうの申し訳ないなと思ってたんですけど、まあ本戦このクオリティだったら3分でも見ていただけるんじゃないかなという期待を込めております。第1回第2回第3回とですね、だいぶレベルが上がってきておりますので、いけるのではないかと思っております。ではお三方、今知ったと思いますけども誰にも伝えておりませんので事前によろしくお願いします。なるはやで
締め切りに関しては相談しましょう。まあ2週間くらいが理想ですけど、よろしくお願いします。ということで決勝進出者3名の発表でした。はい、ぜひ応援してあげてください。ぜひぜひ高評価チャンネル登録も忘れずにお願いします。はい、本戦審査していただきました4人の皆様ありがとうございました。ということでした。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.